tonight. Sing along by the heavy gym. Jesus help us hold in time. Ain't got nothing for the pick up. Come, I gotta go. Go, gotta go. Go, I gotta go. Go, gotta kill. Go, I gotta go. Go, gotta close the skin. Susie waiting like a party at the door tonight. さあ始まりました、週刊激スポ。今週は北日本新聞スポーツ担当の山岡記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは嬉しい話題を。富山サンダーバーズから阪神タイガースに入団した野原優也選手、9月9日に1軍登録されて、その日の中日戦に、途中出場しました。そして12日の横浜戦では代打で登場し初安打を放ち、さらに13日の横浜戦では1番センタースタメンで登場し、なんと2安打を放つ活躍を見せました。すごい、俺はやると思ってた。そうですね、さらにチームも好調で、クライマックスシリーズ出場圏内の3位に浮上と、本当に目が離せませんね。そうですよね、この後ろに縦縞のユニフォームを並べたいくらいですよね。そうですね。さあ、そんな野原の活躍に刺激されたかどうか、富山サンダーバーズ、9月9日は首位を走る石川と直接対決し、0対4で南に完封負けを喫しました。絶対に負けられなくなった11日ホームで行われた石川との後期最終戦をご覧ください。どうぞ。2.5 ゲーム差で首位に立つ石川との後期最終戦、後期優勝のためには絶対に負けられない直接対決です。この大一番、先制したのは富山でした。1回、ワンアウト2塁でバッターは3番雄志。何でもない打球でしたがレフトがエラー。こういうこともあるんですね。この間に2塁ランナーが生還、1点を先制します。さらに2アウト2塁で5番町田。今度はピッチャー大輔が打球を弾き、そして1塁悪送球。石川の方が地に足がついていないという感じで、プレッシャーみたいなものがあったのかもしれませんね。石川の守りのミスをついて富山が初回に2点を先制。しかし直後の2回、先発長内が6番高弘にレフトスタンドへのツーランホームランを浴びて、試合は振り出しに戻ります。ちょっと球が高かった。しかし富山の打撃陣も負けていません。その裏、ツーアウト2塁で2番山内。レフト前にうまく運んで勝ち越し。先発の長内を援護します。この後長内は3回から6回までをヒット1本に抑え、試合を優位に進めます。本当にいい感じで投げてましたね。2回のホームラン1本だけという感じでした。しかし7回、長内が突如制球を乱します。ワンアウト3塁となって、2者連続のフォアボールで満塁のピンチを招きます。制球のいい長内、これ珍しいですよね。ここで日向がリリーフ。しかし日向は9番佐野にライトオーバーの2点タイムリーを浴びて、4対3と逆転を許します。うまく合わされちゃったな。相手バット短く持ってるんですけど。さらに2番戸田が左中間にスリーベースヒット、2者が生還し6対3とリードを広げられます。このまま引き下がれない富山は8回、4番安志が意地を見せます。完璧な当たり。今シーズン第6号のホームランはなんと場外へ。しかし後が続かず、富山は4対6で石川に敗れ、ゲーム差は 3.5 に開きました。石川の後期優勝へのマジックは4となりました。ピッチャーの替え時っていうか、難しいというかね、その前のイニングは3人で抑えてて、でこう急に来るというかね、それは長内にしかり萩原にしかりね、みんなそうなんですね。だからその前のそのなんていうか、こうボディーブローが効いてるっていうかね、ファールで粘られるとか、
そういった石川の打者はやっぱりこう粘り強いというかね、まあ、前期後期を通じて、まあ、なんていうかね、苦手意識というかこう流れをつかめないというかね、先制してもこう後半に捕まってしまうというか、それを最後まで断ち切れなかったですね。で、まあ、後期もこれでもうかなり苦しくなったと思いますけれども、まあ、最後まで諦めずにやるしかないんですけど、でもあれで勢いついてくれればよかったんですけど、そういうわけにもいかなかったですね。福井と、群馬ですねはもう全勝というつもりで、まあ、チーム危機感持って一人一人がやっていければいいかなと思ってます。これで富山の後期の石川との対戦成績は3勝9敗となりました。そして12日の福井戦は雨で順延となり、13日アウェーで行われた福井との試合の結果です。富山は5対3で福井に競り勝ちました。田中が6勝目、萩原にセーブがついています。しかしこの日石川が群馬に勝ったため、石川の後期優勝へのマジックは3になりました。いや本当に今シーズンなんですけれども、後期に入ってから、石川戦は特になんですが、終盤での失点が、負けにつながっているっていうパターンが本当に多い。この試合も中盤までは優位に試合を進めながら、7回に一挙4失点して、それが結果的に致命傷になってしまった。これはやはり守る方にしてみれば、先発中継ぎ抑えという勝利の方程式が確立しきれていないということが一つ挙げられますし、打線にしても、先制するまではいいんだけれども、中押しダメ押しという効率的な得点ができていない、中盤以降にかけて非常に淡白な攻撃が続いているということが、まあ、一つ挙げられると思うんですが、まあ、しかし過ぎたことをもうグダグダ言っても仕方ないんですよ。富山は残り6試合、そして石川は残り5試合でマジック3、非常に富山の逆転優勝の可能性は低くはなっているんですが、可能性がなくなったわけではないということ。富山はとにかく残り6試合全て勝ちに行かなければなりません。そして、勝ってプレッシャーをかける、もうこれしかやることがないんですよ。石川は残り5試合でマジック3だけれども、勝率6割でいくっていうのはこれは簡単そうに見えて結構難しいんですよ。1回負けてしまったらこれはもう残り4試合で3勝しなきゃいけないということになりますからね。最後の富山の粘り、石川が粘ってここまで来たんだから富山にもできないはずないんです。石川にできて富山にできないはずがない。富山の粘りをこれから発揮する、残り6試合で発揮してくれ。以上です。はい、それでは BC リーグの順位表です。北陸地区は石川が首位、マジックは3です。富山は3ゲーム差で2位です。上信越地区は群馬が新潟に1ゲーム差をつけて首位に立っています。そのサンダーバーズなんですが、9月19日に富山市民球場で行われる福井ミラクルエレファン戦、これがなんと入場料無料で、お本当ですか、行われるんです。はいはいはい。これがなんとプロジェクト5000テイクオフゲームといいまして、サンダーバーズを県民5000人の力で大きく支えてほしいというプロジェクトなんですね。いいじゃないですか。まあ、入場料は無料なんですけれども、チームに対しての支援金を1円以上、あなたが決めてくださいというものなんです。なるほど、まあ、入場料代わりに支援金を支払うというそういう感覚なんですね。そうです、ね。この日はちょうど5連休の初日ですよ。シルバーウィークだ。アンキンタンのレジャーとしてはもってこいです。ぜひ行かないとね。しかも後期優勝の望みまだ残ってますから。そうですよ、ここで5000人が集まれば何かが起きるかもしれませんね。かもしれない、はい、何が起きる。さあ、そういうことで次はサッカーに行きましょう。はい、J2